皆さんおはようございます。2019全日本モトクロス選手権、開幕戦九州大会、土曜日の朝です。いわゆる阿蘇の外輪山が向こう側です。で今やっと、日が昇り始めました。コース今みんなコースウォークをし始めたところで、夜やっぱり結構冷え込んでですね、かなり、寒かったです。とはいえ九州なんで、なんか霜が降りるというか、いうこともなくで、路面なんですけど、本当にいろんなところにこう砂が入ってるのと、今前回、事前走行練習に来たんだっていうライダーに聞いたら、事前の時と全くコースが変わってるっていうふうに言ってました。それだけメンテナンスのヘルプに来てる長田くん、いろいろ頑張ってくれたみたいで、パッと見本当に GP の世界選手権の、コースぐらいの、幅、それからなんていうか攻めのなんかいろんな駆け引きだったり、いろんなことがなんか起こりそうな素晴らしいコースに仕上がってます。予選、それから今日 IB の決勝等々楽しみです。